キングプリンスヒラの仕様がシンデレラガールで意味深な歌詞間違い決意表明か過去にもあった歌詞に込めた心境とファンたちの考察ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます4月3日に生放送された TBSKCDTV ライブライブ CDTV30 周年 SP で キングプリンス以下、キンプリの平野ノシ二十26が歌詞を間違えて歌い、一部のファンをざわつかせた。平野ノシがデビュー曲の歌詞を、あえて、間違えた。5月22日をもってメンバーの平野、岸優ユタ27、神宮寺ージユタ25の3人が脱退し、長瀬角24と高橋海斗24の2人体制に移行するキンプリだが、 この日は、それについて触れることなく、穏やかな表情でトークを展開。そしてデビュー曲、シンデレラガールを披露した際、平野が自身のソロパート、長い階段駆け上がってという歌唱を、長い階段駆け上ってと歌った。歌詞テロップを見ていた一般視聴者からしたら、ただの歌詞間違いに聞こえたかもしれない。しかし、デビューから幾度となく歌い込んできた代表作であること、平野や周りのメンバーが動揺せず、 堂々と自信に満ちた笑顔でパフォーマンスしていたことから、ファンはただの歌詞間違いではなく、平野が何かしらの意図を持って歌詞を変えたのではないかと推測している。放送後のツイッター上では、紫輝くんが駆け上ってと歌詞を変えて歌ったけど、もしミスでなくあえて変えたのなら、駆け上がって、あらかじめ存在用意されている坂を上がっていく様子。駆け上って、険しい道のりを踏ん張り高みの頂上へと自分の手でつかみ、 よじ登っていく様。長い階段駆け登って人波に消える。意図的に踏ん張って高いところに進む。紫輝くん。意図的に変えて歌ってティアラに伝えたのだと思います。駆け登る。踏ん張って高いところへ向かう。とファンは考察で盛り上がった。金プリメンバーが歌詞を意図的に変えることについて、音楽雑誌関係者はこう話す。サービス精神旺盛な金プリですから、全国ツアーでは、 歌詞を各地の方言にアレンジして歌うことがよくありました。また、メンバー思いの5人なので、誕生日のメンバーがいれば、そのメンバーに歌詞を合わせたり、ファンへの、大好きも変え歌でメッセージとして届けてきました。過去の MC では、キシさんがあまり歌詞を変えない長瀬さんに、キャーがもらえるから変え、絵がやった方がいいと冗談めかして進めていたこともあります。ジャニー北川さんへの思いを込めたことも、 今回、替え歌をしたのではないかと推察されている平野は、過去に同じ、シンデレラガールで、ジャニー北川氏、去年87、へメッセージを送っていたこともある。ジャニー氏が亡くなった4日後の2019年7月に放送された TBS 系音楽番組、音楽の日で、平野は、長い階段駆け上がって、人並みに消えろ、長い階段駆け上がって、見守っていてねと変えて歌い、天に人差し指を掲げた。 これがジャニー氏への追悼パフォーマンスではないかと言われていた。先輩であるトキオの国分大地48は、この2日後の TBSK ビビットで、マネジャーが運転しながら聞いていて、あ、今、歌詞間違えましたって言ったんですよ。それ間違えたんじゃなくて、メッセージをあえて伝えていたんですね。いやーすごいと感心していた。また、平野本人も後日放送の TBSK、ええ、 スタジオでこのシーンについて振り返り、大人に相談しようかなと思ったんですけど、やっちゃったもん勝ちだなと思って、長い階段を天国に見立てて、僕らのことをいつも見守っていてねっていう意味でああしました。と説明していた。平野は意図を持って歌詞を変えることがある人物だとわかる。また、キンプリは20年に9会場39公演の全国アリーナツアーを予定していたが、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で全公演が中止となり、オンラインでの配信ライブ、キングプリンスコンサートツアー2020、チルダ l に変更された。会いたくても会えないキンプリファン、通称ティアラに向け、メンバーは、恋、煩いの歌詞をそれぞれ、いつもの笑顔でやっと会えたねを、いつもの笑顔で会おうね。最高以上の君だからを、最高以上のティアラだよ。独り占めさせてよ、 独り占めさせろ。と変えて歌い継ぐ中。平野は大サビ前。これは運命的な恋煩いを、俺はティアラに恋煩い。とティアラを絶叫させる替え歌にしてみせた。全室音楽雑誌関係者はこう話す。こうした経緯がある平野さんだけに、今回の長い階段駆け上がってから、長い階段駆け上って、への歌詞変更も、ティアラやジャニーさんに向け、 力強く前進する決意表明だった可能性が高いのではないでしょうか。真実は平野のみ知るところだが、前向きな表情に希望を見出したティアラは多そうだ。平野志洋さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。